知っての通り、ザックレー総統が殺された今、兵団内やこの壁内の情勢は不安定な状況にある。だが貴様ら訓練兵には関係のないことだ。109期訓練兵団は予定通り、巨人襲撃時の志願しなく防衛訓練を行う。分かったのか？はい。今さら剣で巨人のうなじを切りつけるなんてな。もう巨人なんて襲ってこねえだろ。敵は壁外の人間なんだぞ。それよか、もっと重火器の訓練してエルディア軍を作らなきゃいけないって親父も言ってた。時代はとっくに変わったってのに、もう古いんだよ、シャーディス教官は。エルディアに希望があるとしたら、イェーガー派が国の実権を握ることだ。スレマ、聞こえるぞ。でもみんなそう思っているだろ。みんなエレン・イェーガーにエルディアを導いてもらいたいはずだ。非常な決断も下せるような強い指導者に。の、判事。お久しぶりです、教官殿。突然ですが、この兵団支部は我々が占拠しました。イェーガー派とか言われている我々が、これより我々の指示に従い動いてもらいます。イェーガー、身の程をよくわきまえているようだな、フロック。銃口でも向けない限り、貴様らのような小便小僧など誰も相手にしないと考えているのなら、それは確かに。フロック、外した。とりあえず足でも打って話を早くしようと思ったんですが。話とは何だ。いや、あなたには関係ありません。頭の硬さしか取り柄のない老人なんて不要なんですよ。これからは訓練兵諸君、君たちの時代だ。我々イエーガー派は現在滅亡の危機にあるエルディアを救うために心臓を捧げると誓った。それはこの古い兵団組織のためではなく、この島に住む民のためにだ。このまま時代遅れの兵団に従属していては、なすすべもなく外の世界の敵に蹂躙されるのみだ。今君たちに問う、君たちは何者だ。我らエルディアの指導者エレン・イエーガーと共に生きる者か、それともここにいるキース・シャーディスと共に古い慣習と心中する者か。エルディアの未来のために心臓を捧げます。よし、君たちの覚悟を見せてもらおう。シャーディス教官を足腰立たなくなるまで痛めつけろ。これこそが我々が到達すべき悪臭そのものだ。粛清してみせよ。それができない者は牢屋に入ってもらう。いい加減にしろ、フロック。バカな真似はよせ。ハンジ、ひよっ子どもが何人かかってきたところで相手にならん。よくやった。君たち全員を歓迎しよう。じゃあ案内してもらいましょうか、ジークの交流地まで。アンジ団長、おい、行くぞ。